いや、なんとかね、えー、変えました。どうも皆さん、こんにちは。大家さんの模型チャンネルへようこそ。本日8月11日のね、えー、金曜日、お盆初日ですね。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。でね、同時発売で、これ、フルメカのね、フォビルムを買ってきました。えー、っとね、個人的にめちゃめちゃ楽しみだったのが、実はこっち、フォビルムなんですけども、まあ、今回はね、えー、先に、えー、ちっちゃいんでね。 サクッと作れそうなんで、このね、シンリュアリティのノワールちゃん作っていきましょう。パッケージがね、こんな感じですごくちっちゃいんですよね。30ms と同じぐらいかな。ね。かなり、えー、コンパクトなパッケージになっております。パッケージレストはとても目を引きますね。店に飾ってあったらね、すぐ発見できる感じで。じゃあね、これ結構高いんですよね。いくらだったかな ?4000 円ぐらいするんですよね。このボリュームで。フィギュアライズスタンダードシリーズはね、結構高いですよね。というわけでちょっとね、えー、このノワールちゃんを作ってレビューしていきたいと思います。 え、先にね、あの、白状しておきます。すいません。えー、原作まだ見てないです。えー、お盆の間にね、見て勉強しようと思います。なんでノワールちゃんがどんな子は全くわかんないです。すいません。ただね、えー、やっぱりね、魅力的なのがこれではね、このジャケット、イラストにもあると思うんですけども、これがね、プラモデルで再現されているんですよね。こんな感じ。ね、これ造形すごいんですよね。 えー、確かね、ノワールが予約開始された時って、ィ3 m s のイルシナとかと確か同時解禁だった気がして、そっちで手一杯で、ノワールちゃんをね、あの予約し損ねたんですよね。後から、あ、このジャケットやべえってなって、ね、ずっと欲しかったんでね、今日なんとか変えてよかったです。暑い中でしたが、人は多かったです。という感じで、中身見ていきましょう。じゃじゃんと。はい、こんな感じ。いやー、ティ3 m s と変わんないぐらいかな。結構ボリューム少ないですね。ちょっとじゃあ、えー、開けてみていきましょうか。 袋が、ちょっとガサガサ音がね、うるさくて申し訳ないですけども、袋1個目。えー、っと、これはこれ肌のパーツかな肌パーツだね。えー、っとね、多分カメラであんま色変わってないと思うから伝わると思うんですけど、すっごい白い。ね、あのー、すごい色白な子なんですね。めちゃめちゃ白いです。ほとんど、あの、ニュー白色というか、ね、なんかそんな感じの半透明じゃないよな、これ。 っていうくらい透き通った美しい、えー、肌の成型色です。綺麗だな。で、これがジャケットのパーツ、早速出てきた。すごいね。でこんな感じで立体感抜群です。ね、これが楽しみなんだよね。他の子にもつけれるんかな他のシリーズにつけれるかね。まあちょっとね、えー、試してみたいなとは思ってます。で、えー、っと、この辺は胴体周り、スカートとか。なんかあれだな。あのー、リリネルっぽいな。<laughs> パーツ構成が。ね。で、スタンドもついてくると。これ嬉しいですね。 結構ベッドで買うとね、500円くらいするんで、1個。3個で1000円とかかな安いやつで,で、続いて。これ髪の毛のパーツ。ね、こんな感じで、えー、淡い成形色。淡い青色の成形色ですね。これも綺麗ですね。あのー、ノワールのイメージ通りなのかなでもパッケージだと若干緑がかったような感じだよね。それと比べると、えー、青みが強いかなっていう感じです。塗装するときは、ちょっとね、緑寄りの青の方がいいのかななんて思います。 で、これが表情パーツね。えー、っと、まあ、フィギュアライズスタンダードシリーズなんでね。えー、塗装されたフェイスパーツは1個だけですね。えー、っと、正面顔ね。これ1個だけですね。あとはシール貼ってくれっていう感じだと思います。で、これが最後の袋ですね。バリバリっと。開けて。で、ここにデカールも入ってますね。 で、かれをちょっと後で紹介します。で、靴のパーツ、細いですね、パーツがね。えー、何のパーツだろうわかんないですけど、細いパーツが入ってます。で、これも肌のパーツですね。なんかもう、ほら、あのー、見慣れたパーツというか、サティエムエスのほら、あの、オプションパーツ、あのー、手足のパーツとかに似てますね。こう、構造がね、めちゃめちゃ似てますね。で、お腹のパーツ。で、あとはね、まあ、もろもろですね。 そんな感じで、一応まあ、あの、ランナー大小あるんで、あんまり数に意味がないと思うんですけど、一応1、1、一2、3、4、5、6、7、8と。で、スタンドとフェイスパーツですね。そんな感じです。まあ、ボリュームは少なめですね。ちょっと割高に感じますけども、まあ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 、そもそもバンダイさんのプラモって、あのー、安めなんで、これくらいでもね、これくらいが適正価格だと思います。他の方が安すぎるんですよね。 で、今回シールが付いてますね。えー、色分け再現のためのシールが付属と。細かいとこね、こういうとこね、塗る分け大変だと思うんで、こういうのを補ってくれるんですね。で、えー、水洗車デカールがね、付いていますと。これでね、えー、フェイスパーツ貼っつけて、えー、好きな表情と、えー、視線をね、えー、右視線、左視線、正面視線、目を閉じた、えー、好きなものをね、作ってくださいって感じですが、結構ハードル高いよね。 あの、<laughs> ちゃんと仕上げようと思うとハードル高いんで、ね、えー、ちょっと過去になんかデカールの貼り方とか、えー、動画上げてるんで良ければね、えー、見ていただければなと思います。はい、そんな感じでじゃあね、えー、ノワールちゃん作っていきましょう。一応説明書もね、えー、今曲げちゃった。<laughs> 曲がっちゃった。説明書は、まあこんな感じで、ダーンとね。3ページぐらい かな4ページから含めて4、5結構あったわ6ページだね6ページ分ですねまあサクッと作れるでしょう多分 30ms よろしく1時間ちょっとで作れるんじゃないかなと思いますパチ組みならねで組み立てるとこんな感じのものが出来上がるよといった感じで多分シールはこういったね袖の細かいところとか ね、えー、ブルーの部分、オレンジの部分とか、こういったとこをね、えー、色分け再現するためのものかなと思います。はい、そんな感じでね、えー、繰り返しになりましたが、えノワルちゃん作っていきましょう。じゃあね、ちょっとね、順番に見ていきましょう。まずは頭部。えー、っとね、こんな感じの構造で、まあ、いつも通りですね、えー、顔パーツつけて、その上からね、えー、前髪を取り付けると。 でね、今回は、えー、ボールジョイントで、このね、後ろ髪を、えー、取り付けるんですけども、すごいのがですね、パーツ分割ですね。このね、えー、後頭部、これね、3パーツで髪の毛構成されてるんですけども、えーっとですね、合わせ目、髪の毛のね、このラインに沿って合わせ目持ってきてるんで、合わせ目全然目立たないです。すごくないですかめちゃめちゃ出来いいです。ね全体もね、ボリューム感があって、髪の造形もシャープで、非常にね、見栄えがいいですね。素晴らしい造形してると思います。 で続いて胴体と、ここもすごいですね。えー、まずね、えー、肩はこんな感じで若干ですが引き出し式なんで、可、え、動、ー、範囲がね、アップするようになっております。でも、まあ、すごいのが色分けと合わせ目のなさですね。えー、こういったね、えー、黒いパーツの上から白いパーツを被せて、こういった感じでね、色分け再現されていることがすごいですし、であと合わせ目についても一応出るのがこの部分ですね。 えー、黒いパーツの胴体側面。ここに若干合わせ目出る程度ですが、まあね、寝るとないし、こんなん消さなくてもいいレベルですね。そして、え肩がね、この肩の基部ですね。ここが1%成形になっていて、なんでね、あの、女神デバイスかと比べて、あのー、この上部ですね。ここに合わせ目が出ないんで、とてもね、見栄えがいい感じになっております。素晴らしい構造をしてると思います。マジで気合が入ってるなとね、感じますね。で、こちらが腕ですね。 これね、結構見慣れた構造ですよね。これはあの、30ms とほとんど一緒ですね。あのー、30ms のオプションオブミーパーツの素肌のパーツですね。と、えー、構造一緒ですね。最近だと東海帝王とかもね、こういう構造でしたね,ね。見覚えがある構造をしてると思います。なんで互換性があるのかなということで、互換だ、互換性があるのかなってとこは、後でね、見ていこうと思います。 で、こちらがね、まあ、お腹から下半身にかけてのパーツですね。ここもね、パーツ構成が、あのー、サーエム m s とほとんど一緒ですね。ね、このパーツ構成を見たことが結構見覚えありますよね。このね、関節の形とか。ね。なんでこの辺もね、一緒だと思います。なんであのー、結構サーエム m s に近い構造ですね。互換性はかなりありそう。 で、合わせ目に関しては、えー、胴体側面に合わせ目が出ます。あとは太ももですね。これがあの、左右とか前後分割なんで、側面に合わせ目が出るんですが、全然問題ないです。というのも、えー、この上からね、このスカートというか、このパーツを取り付けますんで、こんな感じでスライドして取り付けるんで、あのー、胴体側面の合わせ目と、太ももね、ほとんど隠れちゃうんで、合わせ目全然見えないんですよね。まあ、太もも若干見えますけど、気にならんレベルですね。 といったところで、あのー、全体的に造形も非常にいいですし、あの、合わせ目がとにかくね、ほとんどないんですよね。すごいと思いませんかこれで、これで4000いくらってね、結構あのー、値段以上の価値があるんじゃないかなと、ね、そう感じる素晴らしいキットでした。組んでいて本当に出来がいいなってこうね、あの、ワクワクしながら組むことができました。 一応、稼働範囲については、まあ、あの、ノーアルでそこまで稼働範囲は期待したいと思うんですけども、あの、普通に 30ms ぐらい動きますね。なんで、あの、動かしにくいとかそういうことはなくて、ある程度アクションポーズもね、撮らせることができるんじゃないかなと思います。ただ、ちょっとスカートが固定なんでね、ここだけちょっと干渉するんですが、まあ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 あの、必要十分稼働範囲はあるんじゃないかなと思います。 本当にね、少ないパーツながら、色分けも優秀ですし、全体の造形、スタイルもめちゃめちゃいいですよね。スラッとしてとても綺麗です。ね、こんな感じで。とても満足度が高いですね。じゃあね、えー、まあ、目玉のね、ジャケットパーツ見ていきましょうか。えー、ジャケットパーツはこんな感じのパーツ構成ですね。これが全部で、えー、っと、4パーツ構成ですね。4パーツ構成でこのジャケットができていて、であたらそれですね。 袖がそれぞれ、えっ、ー、と、二ので部分が1パーツ。で、そっから先がね、えー、もなになっていて、2パーツでできています。ちょっと合わせ目が出ちゃうんですけども、まあ、これくらいはしょうがないですね。で、取り付けがね、えー、っと、ちょっとね、配信でやったんですけども、ちょっと苦労して、えー、っとね、先に、えー、っと、こんな感じで、先にね、ジャケット状態で、えー、組み立っておいた方が、 あの、後々、組みやすいかなと思うんで、この状態でね、こんな感じで、先に組んじゃいますね。ちょっとね、細かく向きがあるというか、組みやすい向きがあるんで、そこはね、説明書を見ながらね、えー、組んでいただければなと思います。うん、こんな感じで組んで、これでね、えー、取り付けていきます。で取り付ける際は、ちょっと力が入るかもしれないんで、こういうね、えー、っと、ベルトの部分と、 このね、ポニーテールですね。ポニーテールっていうのかなあの、髪の毛ですね。ここ外した方がいいかなと思います。あの、脆いんでね。変に力入って壊れちゃうと怖いんで。で、ここですね。えー、ひ、をね、えー、外して、手首もね、そのまま使うんで、手首外しますね。ああ、とんじった。ごめんなさい。で、パーツをつけていくと。 えっと、付け方はね、別にそんなに難しくなくて、ちょっと腕を後ろに下げて、で、こう、差し込んでいくと。両腕をね。ちょっとあの、差し込むときに、ぴったりとこう位置が合ってないとはめにくいんですけど、ま、一回覚えちゃうとね、簡単かなと思います。これで差し込みができましたと。で、ちょっと、 スカートがね、干渉するんで、少しこう、ひねりながら、ここは説明書に書いてあるんですけども、ちょっとひねりながら、前に持ってくると。うん、これでね、えー、ジャケットを着せることができました。で、あとはね、えー、手首、差し込んで、元に戻せば、ジャケット、装着状態で、えー、ディスプレイすることがね、できますね。割と気軽に、えー、感想は、 できるのかなと思います。まあ、ほとんど固定になっちゃうんですけど、ね、まあ、プラモデルで、えー、これだけの造形のジャケットが、ね、手に入るって思うと、ね、すごくコスパがいいというか、ね、価値があるキットかなと思います。ジャケットだけでも価値があるし、ノーアール本体もね、非常に出来がいいんで、本当にね、あの、買って、なんで良かったなって思えるね、満足度が高いキットでしたね。 で、あの、ライブ配信でも質問があったんですけど、ハイヒールとかって 30ms 互換あるのって質問があったんですけど、もうね、あの、関節の要は構造というか、一緒なんで、もちろん互換性あります。これ、例えばね、低用に、ちょっとごめんなさい、腕取ってるんですけども、低用にハイヒールとか、そのままね、軸の太さ、多分 3mm で一緒なんで、つ、ね、けることができます。保持力もね、プラプラじゃなくてぴったりなんで、ね、がっちりと、えー、固定することができます。 なんで本当にあの 30ms のカスタムパーツとしてもね、あのー、言う、用意なんじゃないかなと思うんで、買う価値はね、あると思います。で、もちろんね、あのー、構造も一緒なんで、その他の部分もね、あのー、ジャケット、互換性あります。ちょっとつけていきましょうか。取り付けはね、全然簡単です、さっきと一緒です。 ちょっと後ろにね、えー、腕をやっておいて、もう差し込むだけですね。ちょっと差し込むときに <laughs>、位置調整が難しいんですけど、まぁ、あ、一回寝てきちゃえば、もうこれで、はい、東海帝用にもね、えー、ジャケットパーツをね、付けることができました。はい、そんな感じでね、あの、互換性ありです。えー、っとね、あのー、昔のリシェッタとかティアーシャとかルルジャとか、あの辺は、 ちょっと難しいのかなそうですね。あのー、リリネルとかラナネルとか、あとリシェッタ、ティアーシャ、えー、ルルチェ。あのー、関節コードが違うんで、このタイプには、はめれ、な、いか。そのままだと使えないんで、まあ、腕ごと差し替えるとかすればね、はめることができると思います。あとはね、この、まあ、 肌パーツですね。えー、ちょっと手に入りにくいですけども、ね、この辺持っておくと、あのー、互換性がより上がるというか、ね、ジャケットを取り付けやすくなるかなと思います。以上、えー、フィギュアライズスタンダードのね、新作、新デュアリティよりね、ノワールでした。非常に出来がいいキットでした。あのー、最初ね、フォビドゥンガンダムが本命って言って、ちょっとね、まあ、一応買ってみるかぐらいな感じで買ってみたんですけども、個人的には買ってよかったですね。あの、こんなにいいキットだと思ってなくて、ちょっとね、感動しました。 ね。そんな感じでね、あの、気になった方はね、まだ、あ、あの、まだお店にあると聞いたので、えー、気になった方はね、えー、チェックしてみては、お店の方ね、チェックしてみてはいかがでしょうか。ね、動画がね、良かった、参考になったと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。それではね、また別の動画でお会いしましょう。良い模型ライフを。じゃあね、バイバイ。